こんにちは。まずこちら水中トレッドミルです。これは水中の中でルームランナーのように動作をしていきます。水中では浮力がかかるので足の負担を減らしながら訓練をしていきます。いきます。こちらは水浴です。でこちらはお風呂の中にお湯をためて、全身を使って温かいお湯と泡によって筋肉を緩めたりほぐしたりするマシンとなっています。でこちらは全身なんですけど、こっちに行くと座るところがあって、膝から下を温めるものとなっています。でこちらはこのように手を入れた状態で手の筋肉をほぐしたり緩めたりするマシンとなっています。でこちらはアイスパックとなっていて、中にこのようにパックが入っていて、炎症を起こしているところなどにこのように冷やしたりするものとなっています。